はい、始まりました。ダンサートーク、ダンス大好きママダンサー MC のさやかです。よろしくお願いします。おやおやといつもと違う入り方で言ってますけれども、今回ですね、私が入っておりますダンスコミュニティオンラインサロン精進エンターテインメントラボさんのですね、スナックミカという企画の方にお誘いいただき、こちらねミカさんですね、イルルチ入ってミカさん、はい、何やら見てなんかねサッカー見てたんですよね、この時こちらミカさんにね、あ、気づいてくれた、気づいてくれた、やっとこさ、そうミカさんにねお誘いいただき、一緒に対談トークしませんかみたいな、お酒飲みながら喋りませんか言っていただいて、え、もうだったらコラボとしてこちらにも動画出させてくださいってことでお願いしたらね、心よくいいやということで一緒に喋ることになりました。初めましてだったんですけどね、直接お会いするのオンラインってすごいですね。なんかオンラインでお互い普段ね SNS とか、ね、こう YouTube 通じてミカさんのこと見てるからか、もう勝手にねなんか親近感はありましたね。私も今日初めましてしました。ミカさんもインスタライブの方ではね1時間喋ったんですけれども、ダンサートークの方では約半分の30分ですねぐらいにカットしましたので、それを前編後編と分けてですね2本出していきたいと思いますので、皆さんぜひ見てください。生配信なのでちょっとこれ言わん方が良かったかなとかね、まあ、言って大丈夫だったかなみたいなところはちょっとカットかけさせていただいて、でいいとこ取りして大丈夫なものをダンサートークでは流しますので、よろしくお願いします。はい、そして皆さんあれグッドボタン押さえてません、はい、グッドボタン押さえてよ、お願いします。こんな時間にお呼び出ししてしまいすみません、よろしくお願いします。本当に本当にすみません、久しぶりに飲むんですけど。そうなんですか。そう、めっちゃ飲む人やね大丈夫かな、変なこと言われる。全然大丈夫です。そうですね、こっちが生やからマジで口滑らせないようにしない、緊張しております。そうです、皆さんあんま喋ったかね今回、あれ回していただこう。それはねえわ、ちょっとその辺もねほりはほり聞いていきたいかと思います。聞かれるんですね今日は聞かれる、今日は聞きますよ。待っててください、楽しみ。いやちょっとあの本当に行きましょう。まずじゃああの多分私もあのまださやねんのことを一応あの全部プロフィールとかあの見たんですけど、知りきってないので自己紹介もお願いします。はい、自己紹介ですか。はい、どうも皆さんこんばんは、ダンス大好きママダンサーですね、さやねでございます。あのショービスの皆さんはぜひ気軽にさやねとお呼びください。現在ですね小学3年生男子の男の子と、あと4歳の女の子ちゃんですね、年少さん幼稚園の子を育てております。ママでありそしてダンスも大好きなので、ちょっと10代20代結構パワフルに踊ってきたので、多分その経歴をあれ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 って思ってくれて、はいはい、たんですけれども、初賞ベースでめちゃめちゃ嬉しいです、嬉しい。関西感がすごい、関西色ココア先生とか生ココア先生とかいらっしゃって生ココア先生言われてますけども、はい、こんな感じでハートいただいてますね、ハートしております。はい、そんな感じでダンスが大好きなねお母さんになっても続けているというところで、はい、今日呼ばせていただきました、はい、よろしくお願いします。ママもいっぱいいるのでぜひぜひ、はい、生にもたくさん聞いていただきたいなと思ってます。関西のおばはん集がすごいのよ。そうなんです、ちょっと大丈夫ですか。いやもう最高です。いやブランド的に精進先生のブランド的に問題ないです。違ったらすいません、問題ないです、むしろこの方がありがたい、はい、ちなみに精進を知ったきっかけを、はい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 、はい、そうなんですよ、本当にね今年入ってからですよね、だから知ったのが、うんうんうん、なんかフェイスブックで名古屋のなんかパレードやったでしょ。はい、やりました、ね、ハロウィンの。そうそうそう、なんかあの壮大なパレードのニュースが、うん、なぜかフェイスブックでわーって流れてきて、へー、そう全然関係性ないのに、うんうんうん、そのニュースが流れてきて、あ、こういうことをコロナ禍でもやってる人がいるんやって精進先生って言うんやっていうのと同時期に、私ちょっとテーマパークダンサーを今年やりたいなって、うんうん、ちょっと夢を持った年でもあったんです、うん、ディズニーダンサーのオーディション挑戦したいなみたいな、
ていう時にそのテーマパークの先生っていうのがなぜかフェイスブックで流れてきて、でそっから園に通ってたんですよ。渋谷の園ダンススタジオに通ってて、でそこでもテーマパークダンスの先生ってそういえばおったなと思って見たら精進先生っていう名前があって、あまた精進先生やみたいな、でテーマパークダンスやりたい、精進先生の名前が出てくる、これは行ってみようかなって、ので園で、まあ、2回だけなんですけどね、ちょっとお顔を出したのが、まあ、初めてというかね、レッスンに行ったというところでございます。いやだって私インスタ遡って見てたんですけど、園の映像が何個かポツ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 あって、あ、先生のレッスン行ってるんだって思ったんですよ。行きました、超楽しかった。1本目のねレッスン行った時に、その次も行きたいと思ったきっかけが、行きたい、まあ、初めましてですわ、行っておとなしくしてます、初めてやから、でレッスン楽しかった、終わって出よう思って、出たら生徒ちゃん、多分中学生高校生ぐらいの生徒ちゃんがね、私が通り過ぎて出た瞬間にスタジオ、なんか今日すごい可愛い人おらんかった、今日可愛い人いてたよねみたいなのを言ってくれてて、私がスタジオ出た瞬間にそれが聞こえて、可愛いけどマスクつけてたから年齢わからんかったかな。そんなことね、なんか知らないけど可愛い人いるっていうのを真に受けてすごい嬉しかった。そっからなんていい生徒ちゃんなのって思って2回見た。そうなんだ。多分ココアとか言いそう、そういうこと。そう、言いそう言いそう。で2回見たら行ったで、やっぱフリが2周目やから、ちょっと1周目よりかはなんとか踊れるわけですよ、でまあテーマパークハッピーなんで、すごい楽しくて、楽しかったな、これからテーマパーク続けようかなと思ったら、精進先生がやめた。俺来月から、僕来月からいないんで、やばい、なってタイミング、今すごい楽しいってなってるのに、あ、いらっしゃらないんだもんと思って、それでもコツコツあのオンラインの方で今ラボにね入ってるんで受けさせていただいております。そういうことだったんですね。いうこと、生徒ちゃんがさ魅力的なのよ、この、なんか嬉しいな。生徒ちゃんが言ったかな。いや嬉しいです、先生がいいんですよ、生徒ちゃんがって言ってください。環境ね、いい環境を作ってくれてるからこそね。いや、まあ、そうですね、可愛い生徒ちゃんがすごい多くて、いや素直な子ばっかりなんです。で私もみんなのこと大好きだし、私も接しやすいですし、みんなに。そうなんです、めちゃくちゃいい環境でありがたいです。私困ったことないです、あんまりこの人間関係というか、この先生と一緒に仕事をするようになってから人間関係に困ったことがなくて、それこそナンバーとかも、いっぱい先生出してたんですけど今まで、なんですけど、まあ、大体大人数なんですよ、基本50人だったり、30は確実にいるんですよ、30から50は確実にいるんで、でもその中でもあんま揉め事とかも基本起きたことがなくて、そうなんです、めちゃくちゃ助かってて、私本当に恵まれてるなって思いながら仕事してたんですけど。そうなんですね、はい、なんか最初ね、正直こう精進先生の最初の印象ってちょっと怖かったんですよね、いや、 やっぱそうなんだ、みんな言うかも、みんな言う、なんかやっぱ言葉がこう厳しいかなみたいな、厳しいタイプの先生かな思ってたんで、怖い系の先生はあんまり取ってこなかったんで、ビシバシタイプの先生もパッション明るい楽しいウェイみたいなクラスばっかり行ってたから、どうかなって思ったんですけど、そう、なんか皆さんね本当に一生懸命可愛らしく受けておられて、ちっちゃい子から本当お姉様方まで皆さん優しくて、そうなんです、あの子供の面倒見るお姉ちゃんたちとか、そう、オンラインレッスン受けてたら、そうなんです、そういうね、なんかだんだんその一番下だった子たちがこうやって何年か経つにつれて、あ、お姉さんになってくみたいな、この成長過程が見れるんですよ、ね、その構図がもうできてるのがすごいですね、はい、なんかそれが嬉しくて、ぜひぜひあの連れてきてください。あ、うち娘と息子を、かわいい子ちゃんに会いたい。何個ぐらい考えてくれたんですかね。めちゃくちゃ、でも そんなに考えてないですけど、あ、本当、あのだって私もう YouTube 何個か見たんですけど、さや姉さんだから大丈夫かなって思って、大丈夫ちゃうて、絶対大丈夫だっていう、この YouTube もね、1年2年近く経つけども結構大変よ。娘と息子もこんだけ喋ったら大変だ。喋るの大好き、子供たちも。そっくりですか。やばいよ、いいな、連れてきてください、私一生ここで面倒見てるんで。若干家
ねんな。え、なんでですか？結構仕事の現場に子供をたまにね、連れて行くことがあって、すごいグイグイその話しかけるんですよ。でもいいじゃないですか。それでつながる お仕事とかもあるんじゃない？おとなしく楽屋におれよと。むっちゃ話しかけに行くから。いいですね。でも絶対可愛がってもらえるじゃないですか。まあね、いいじゃないですか。得ですよね、愛想がいい子は。絶対いいと思う。そっちの方がなんかブスってしてるより、なんかちょこちょこって言ってねえねえとか言って話しかけてる方が、私はもう可愛いってなっちゃいますね。遊びに来ないといけないですね。はい、ぜひぜひみんな遊んでくれると思うんで。そうかそうか、はい、なかなか時間作るのが難しい。そうですよね。作るのが難しい。火曜日のテーマパークに遊びに来てください。あ、なるほどね。はい、わかりました。私のレッスンでもいいので。私のレッスンが先かな。そう、ジャズバンプでね。うん、そう、あのそもそもこれに声かけてくれたのがジャズバンプの、オンラインオーディションで、はい、特別賞ね。っていう時に何組かに入って喋りませんかって言ってもらったんですけど、特別賞の特典というか商品ってこれ？これです。これです。あ、そうなんや。これです。そうなんです。特別賞取ったらレッスンがなんか無料で受けられるシステムかと思ってたんですけど、さやね、そっちの方がいいですか？うん、まあ、受けもしたいよ、生でね。受けに行きますか？くるくるくる。本当ですか？くるくるくる。ゴミみたいな食べ。いや、先生怒ってないって言ったんですけど。踊るの好きやから踊らせてーな。喋りダンサーやから。いいんですね。YouTube 宣伝して、ぜひぜひしてください。お願いします。なんか勝手に言ってしもたから、精進先生のね、ラボ入ってますみたいな。ちゃんと見てますよ、あの人。全部。なんかすいません、本当勝手にいろいろ喋って。そう、私も全部見ましたけど。見たんかい。見ましたよ。ちゃんと見ましたよ。忙しい。全部見ましたよ。煩わした時間も。違う、そんなことない。稼げるのにその時間で申し訳ない。朝。私稼いでないから。稼いでんの正直。働き者ですね、はい、本当に。本当に。気狂ってますよね。だから働くの大好きなんでしょうね。すごいコメントするな、オーナーが。ボスがすごいコメントしてくれ、盛り上げてくれてます。ありがたい。すごいね、忙しいやろって、まあ、だからこそね、みんなも一生懸命ボスが頑張ってるんだから、いや、やらないとって思っちゃうんですよ。思っちゃう？思っちゃうんです。思っちゃう？思っちゃう？キャパはね、やっぱ人それぞれ違うから。そうですね、本当にその通り。うん、それはね、庄司先生の全部はできないよ、みんな、はいはい、腰痛いで言ってます。腰はね、ダンサーはもう職業病ですよね。腰と膝痛、うん、しょうがないですよね。なんか私怪我知らずだったんですよ。正直25歳、子供を産む25歳までもう毎日踊ってたので、うん、もう1日たりとも踊らない日がないぐらいずっと踊ってたので、なんか筋力が1回リセットされるっていうのを初めて経験したのが出産だったんですね。なるほど。その25歳以降子供産んでからすごい怪我するようになってしまって、筋力が1回なくなった。大事なんですね、筋力。そう、なんか踊りたいからと思ってすぐレッスンとか受けに行ったんですよ、うん、それこそジャズファンク受けに行ったらもうすごい痛くなっちゃって骨盤とかが。そう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 。ラボに入った理由を教えてもらっていいですか？庄司先生のね、庄司先生のあれですね、きっかけにつながるところで、はい、そう、ディズニーダンサーをね、はい、今年は目指しております。無理だったので、もう無理だったんだけど、ディズニーでさ、お仕事したら娘が喜ぶかと思ったんです。うーん、単純な。いや、なんか素敵ですね。お母さんディズニーダンサーだよって言ったら喜ぶかと思った。でもね、そんなね、甘くなかった。ね、挑戦した人多いですよね。はい、今いっぱいいると思います。はい、そうですよね。それっていうのも、私やっぱ関西出身で、うん、大阪行った時にユニバーサルスタジオジャパンでパフォーマンスしてたんですね、うん、そうだね。それでみんな、お、テーマパークダンス好きな子はあれってなったでしょ、うん、そうなんです。私一個そこで聞いていいですか？ユニバダンサーだった。ちなみにユニバってバレエと、はい、バレエジャズとストリートで2種類オーディションを受けられるじゃないですか、はいはい、あー懐かしい、10年前。どっちで受けたんですか？ね、私の時はコレオグラフィーがあったんですね。自分で作るあれ、うんうん、もう渡された振り付け、バレエので踊る振り付けを渡された時に、その振り付けは結構ストリート寄りでした。うーん、なるほど。ジャズっぽい感じでした、うんうんうん、でもクロスフロアはあって、クロスフロアはバットマンとか、ステップでクロスフロアしてくださいとかは、すごいベーシックジャズでした。
だから両方できないとね、そういう話ですよね。でも結構ストリート色が強い子がやっぱ多いので、うん、確かに、はい、だから私も当時はクランプダンスっていうね、結構激しい、さらにクランプやってたんですか。クランプダンスが好きだった時に合格してるんで、そうだから、あ、まあ、でもジャズは長いことやってたんです。ジャズはちっちゃい頃から、うん、ジャネット・ジャクソンが大好きな先生、ね、私も大好きそう、あの行って、その先生に最初4歳から習ってたんで、だからもうジャズはずっとやってた、うんうん、でヒップホップとかそういうのは専門学校に入ってから、うん、あのきっちりやり始めるんですけど、それこそ精進先生がね、よく暴言吐いてらっしゃる、あの大阪ダンサーズアクターズ専門学校出身なんですよ私。OSMDA ですね、出身で、まあ、そこの、まあ、卒業してからそこの講師もやったことがあるぐらい、うん、もう私からしたらね、いい学校です。そこでいろいろ学んだんで、いい学校でした。だそうです。わかんない、まあ 受け取る生徒いっぱい、うんうん、何百人というかってあれですけど、うん、まあ、そこで培ったからこそ卒業してすぐユニバに就職したので、うーん、私はありがたかったなと思ってるんですけど、なるほど、まあ、そこで2年間テーマパークダンサーをしてました。あ、楽しかったユニバ、いいですね。いや、なんかユニバ楽しそうだなって、めちゃくちゃ楽しいですね。そう、だからそれこそそこから私も海外に行ったり、アメリカにね留学しに行ったり、うん、東京に上京した時はもうバックダンサーを主にやってたんですけど、うん、いろんなお仕事をやる中でもういろいろやりました。コンテストもそれこそ美香先生みたいにコンテストとかバトルも出て賞もらったことあるし、いろんなダンスの仕事をやった中でやっぱねユニバが楽しかった、でそれなりにやっぱ普通に生活できるぐらいのお給料も、うん、あの いただいてたので、うん、だからやっぱテーマパークやりたいなと思ったんですよね。そうですよ、ダですよ、ダですね、ダの人なんですよ、ダもうどっぷりダの人なんで、ボロカスに言ってる時もそれは言い切れないですよ。私一応ダ の, あのオープンキャンパス行ってるんです。それで東京校だ。はい、あ、なるほどね、東京の大阪校がまたね雰囲気が違うから行ってるんですけど、なんかどうしても本当個人的な意見ですけど入る気になれなかったんですよね。これ東京の子あるある。東京の子はそりゃねダンススタジオに行けば環境が整ってるじゃないですか。うそうです ね、そういう有名な先生たちも受けられるし、やっぱ大阪は普通にそういうコミュニティはないんですよ。やっぱストリートが強い街なので、確かに確かに、バトルとかコンテストはもう毎週のようにあるんですけど、やっぱりそういうね、ダの大阪優秀な子多いって言ってますね。だから大阪からしたらありがたい環境なんですよ。東京の先生がいっぱい教えに来てくれるのが専門学校なので、東京の子はやっぱ恵まれてるからそれを感じないだけであって、大阪の子からしたらそこで、ね、バレエとかジャズをベーシック教えてもらえるっていうのが、あのいいので、大阪校は優秀って言っていただいてすごい嬉しいです。レッスンしに来てくださってるスペシャル講師の方々が結構大阪の DA の方が多いので、あ、そうだ、それこそあの後輩がいるんですよね、ラボに、そらくんって、あああああああ、もう DA の子ですよね。そうです、そうです、そうそうそう、この前ちょうど大阪で関西のスタジオでレッスンしていただいたんですけど、おめでとうございます、関西スタジオ、 ありがとうございます。だから嬉しい、そうなんです、大阪にテーマパークスタジオできたのは嬉しいんじゃないかな。今日はここまで、次回も見てな。ほな。